キネクトで遊ぶ場合とまたコントローラーで遊ぶ場合も違うと思うんですけどね。あの例えばコントローラーで遊ぶとなると、まあ、バイブレーションがね手から伝わってくるんで、あとそのなんかクリック感とかね、そういうのもあるんで、結構その音楽をなんていうかな、タッピングしてる感覚にはなるんじゃないかと思うんだけど、まあそれはある意味レズの時とそんなに変わらない体験かもしれない。あの、まあ、このゲームはそのシナスタジアっていうのをすごく大事にしてるんで、なんかそのサウンドエフェクトがどんどん音楽になってたりとか、その、まあ、ビジュアルエフェクトがだん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 こうね派手になってったりとか、音楽と一緒に。でそれをキネクトで遊ぶと、指揮者のような体験っていうのかな。なんかそので指揮者って言っても、まあ、みんなあんまり指揮者の体験はそんなしたことないと思うんだけど、そのこうやった瞬間にやっぱ音が出る。でその音がなんかやっぱりその自分のタイミングのいいところで合うと、そのシナスタジアがより気持ちよく出るように仕込んであるんですよね。だから音楽に乗ってプレイすると、まあ、パーフェクトとかグッドとか出るように今回してるんだけど、そのたびにそのバーンバーンって出ると、なんかこう今までやっぱやったことないような、なんか自分がこうちょっとマジシャンになったような気分が味わえる。ルミはチャイルド・オブ・エデンの、まあ、エデンのある意味、まあ、メタファーというか象徴でもあります。で、まあ、エデンというのは実は、まあ、今僕らが言ってるインターネットってやつですね。それが、まあ、未来の世界においてはもっともっと巨大なアーカイブになっていて、まあ、もっともっとそのハイレゾになってるだろうし、まあ、世界中どこにいても人間が、あるいは地球の外にいてもアクセスして自分たちの良いところを確認できるという巨大なアーカイブシステムなんですよね、未来において。で、まあ、ルミっていうのは21世紀の初頭に、あの初めて国際宇宙ステーションで生まれた、まあ、スターベイビー、まあ、多分もうね今人がたくさん住んでて、そろそろ誰かあの赤ん坊が生まれると思うんだけど、その子って一体どこの国籍の人なのって。できっと新しい視点で、で未来の科学者たちがその彼女の意識をエデンという、まあ、そのシステムの中で組み上げようとするところから実はこの物語っていうのが始まっていて、で彼女の意識が組み上がって、彼女が目を覚ました瞬間にそのウイルスが発生し始めるっていう。だからプレイヤーのミッションっていうのは、そのエデンのウイルスを駆逐することと彼女をそのセーブして助けることっていうのが同時に行われるんですよね、このゲームの中で。UBI の、まあ、トミーとかね、彼らと話してる時に、そのやっぱホープ&ハピネスにしたいって、その時にやっぱりあのゲームのグラマーとしてロジックとか、やっぱりその殺すじゃないかなって。だからそのウイルス化されたすごくその、まあ、ある意味そのマイナスをどんどんプラスに転じていくっていう、その時のキーワードとかアクションっていうのもなんかやっぱり、まあ、すぐパッと思い浮かんだ話ですけどね、やっぱりジョーカーだなと、ピューリファイだなと、うん。難しい議論ではあるけれども、そんなになんていうか、まあ、あの複雑に考えることでもないかなっていう気もしてるんですよね、最近も。あの別にゲームはアートであってもいいと思うし、そういう側面がもちろんあるし、で僕は自分で作ってきたものをこれはアートですとは絶対言わないですけど、あのでも常にやっぱりアーティスティックなアプローチは必要なんですよね、作る上で。でみんなやっぱり作る人間たちがやっぱりクリエイティブじゃないとやっぱり旅は終わらないっていうか行き当たらないん でそういう意味ではやっぱり常にアーティスティックでクリエイティブであるべきだと思うし、ただ
最終的なやっぱり作品っていうのはゲームとしての作品なんで、やっぱりその面白さっていうのがねないと。ただゲームは、そういう側面をこれからどん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 増やしていくんじゃないですかね。これからのゲームは、ゲームの広がりとか進化とともに。結構今日本でねすごく地震がやっぱりたくさんあって、まあ、津波があったりとか、まあ、あと原発の話があったりとかね。で確かに日本は今すごい大変で、まあ、みんな一生懸命なんか頑張ろうと思ってやってるわけなんだけど、本当に多くのねフランスの方がいろんなメッセージをくれてるのをみんな知ってますね。ですごくそれは元気づけられてるし勇気づけられてるんで、まあ、この動画って本当にね、このノーライフ見てる皆さんにも本当に感謝を伝えたいなと思います。本当にありがとうございます。